エグレモント男爵は、イギリスの男爵位。これまでに2度創設されており、第一期は、イングランド貴族として、パーシー系の助爵であり、残る第二期は、連合王国貴族として、ウィンダム系の授与である。ウィンダム家は18世紀に、エグレモント伯爵を得ており、関連性が高いため、本校においてもその歴史に触れる。トマス・パーシーは、 第2代ノーサンバーランド伯爵を父に持ち、バラ戦争時には、ヘンリー6世を支持してランカスター派に身を置いた人物である。トマスは、父の余計をこうむって1449年11月20日にイングランド貴族として、エグレモンと男爵に助せられた。しかし、彼が着手のないままのーサンプトンの戦いで廃止すると、爵位は1代にして廃絶した。 伯爵家の僧ウィリアム・ウィンダムを描いた肖像画。ウィンダム家が相続した邸宅ペットワース、ハウス・ウィンダム家は、ノーホークの町ウィンダムよりその生を得た一族で、15世紀頃から政治の表舞台にて活動してきた。その子祖、ウィリアム・ウィンダムは、トーントン選挙区選出の庶民委員議員を務めた政治家である。彼は1661年12月9日に、 イングランド順断尺くらいの順断尺を授けられている。その孫にあたる三代順断尺ウィリアムはわずか七歳にして父エドワードより順断尺位を継承した。彼は長じてトーリー党の政治家として活動し、アンジョ王の治世下に戦時大臣や財務大臣を歴任した。リシも岐阜の第六代サマセット公爵は公爵家の男子が絶えつつあることを憂いており、 爵位と莫大な所領の相続問題に悩まされていた。その六代公爵はウィリアムを悲劇にしており、ウィリアムの子孫は最終的にその辞書の一部を相続している。六代公と娘婿ウィリアムの死後、六代公の息子にあたる第七代サマセット公爵は1749年10月3日にエグレモント伯爵及びカンバーランド州における 国家マス上の国家マス男爵を与えられた。一連の爵位には子供のいない七代皇を考慮して所領の一部を相続した子ウィリアム・ウィンダムの男子にも継承を認める特別継承権が定められていた。そのため以降は三代にわたってウィンダム家が白爵位を保有している。ウィリアムのこの二代伯チャールズは南部担当国務大臣を務めたトーリー党の政治家で ビュート首相退陣後は、グレンビル、第二代ハリファックス伯爵と共に三党政治を展開した。彼の後はその長男ジョージが爵位を相続した。三大伯ジョージには、着子がなかったため、同盟の異ージが継承したが彼にも怖はなかったことから、すべての爵位は廃絶した。ただし、三大伯爵には、諸子の男子ジョージ・ウィンダムがおり、 彼は1859年に連合王国貴族のルコンフィールド男爵を授けられている。さらに、その総尊にあたる第6代ルコンフィールド男爵が1963年に連合王国貴族としてサセックス州ペットワースのエグレモント男爵を授けられたが、これが第2期の創設にあたる。その息子である7代男爵ジョンが現存するエグレモント男爵遺保持者である。 第七大サマセット公爵。ウィンガム系の特別継承を認めるエグレモント伯爵に除された。ありがとうございます。